皆さんはポンテタワーをご存知でしょうか。高さ173メートル、かつて世界一高いスラムとして知られていた建物で、ギャングが住み着いていた時期は建物に入ると生存時間15秒とまで言われていましたが、現在はセキュリティが改善され、多くの住民が普通に生活を送っています。今回はそんな悪名高かったポンテタワーに実際に宿泊してみました。ポンテタワーは現在月24000円から貸し出されています。セキュリティも厳重で安心ができますね。エレベーターは高層階用と低層階用に分かれていて、合計で6台がありました。有名な空洞部を上から見下ろすとこんな感じ。でこちらが玄関なんですけど、まあ、こんな感じでですね、まあ、普通の鍵ともう一つねダブルで鍵があるようになってます。はい、ということで皆さんがね気になってるであろうポンテシティアパートメントの中をね紹介していきたいと思います。玄関を入ってくると、じゃじゃーん、こんな感じでリビングが広がっています。めちゃくちゃねポンテシティアパートメント豪華なんですよね。リビングはこんな感じですね。めちゃくちゃ広い。でさらにここ52階ということで、ヨハネスブルグの街並みを見渡せる最上階となっています。キッチンスペースはこんな感じで、でかい冷蔵庫に、乾燥機と洗濯機、キッチンはオーブン付きでこんな感じですね。でポンテタワーは基本的にそのファミリー向けの物件なんですけど、まずはね寝室を紹介していきたいと思います。メインの寝室はこんな感じ。いやー、広々としてていいですね。キングサイズのベッドがあるんですけど、さらに奥に進むとこんな感じでバスルームにつながってます。バスルームもかなりね清潔感があっていいですね。でさっきねあのファミリー用の物件って言ったように、寝室がね一つじゃないんですよね。もう一つお見せしたいと思います。こちらへどうぞ。第2の寝室はこんな感じになってます。いやー広くていいね。さらにねこの寝室の奥があって、なんとこちら側にもはいバスルームがあるんですよね。清潔感のある洗面台に、まあ、ちょっとねトイレは狭いんですけどこんな感じですね。でさらにトイレの奥にシャワールームがあって、こんな感じになってます。はい、ということでさすがにね一人で泊まるようなとこじゃないんですけど、ポンテタワーの中身はこんな感じですね。で気になるお値段なんですけど、結構ねその日程によって値段が変わってくるんで、まあ一概には言えないんですけど、だいたい短期間だったら8000円ぐらいします、1泊で。長期間泊まるんだったら、6000円とかまで下がっていく感じですね。ただこれねその人数が増えても全然値段は変わらないんで、2人以上とかで泊まるのであれば結構ねリーズナブルな感じになっていますね。ただねポンテタワーの周辺ってあのヒルブローっていう地区になってて、ヨハネスブルグの中でも最も治安の悪い地域になってて、ここら辺をね歩くことはできないっていうのが最大の難点ではありますね。基本的には外に出るのはもうウーバー使ってどっかに行くっていう感じになってくるかなと思います。っていう感じなんですけど、早速ですが周辺を散策していきましょう。こちらのポンテタワー、今はね普通に人が住んでるアパートになってるんですけど、実はこの向かい側、こちらがね昼風呂になってて、もう外はね歩けないような場所になってます。でポンテタワーの中はこんな感じで1階部分がねいろんなショップが入ってるような感じになってます。1階部分にはこんな感じでスーパーが入ってたり、レストランがあったり床屋さんがあったりという感じですね。ただ今はこんな感じで使われていない場所も多くなっていて、最盛期とは全然ねかけ離れた状態になっていますね。地下に降りると皆さんご存知のこのショットを撮ることができます。スラム化していた時期はこの部分にありとあらゆるゴミが捨てられていて、最大で17階の高さまでゴミが積み上がっていたそうです。なお現在でも3階分の高さのゴミが未だに残っています。
ということで今ねここのポンテタワー出たとこなんですけど、このすぐそばはねもう昼風呂になってて、ここからは絶対に歩いていくなって言われたんでウーバーに乗っていきます。まあローカルの人にねこうやって歩くのを止められるのってよっぽどですよね。いかにこの昼風呂の治安が悪いかっていうのがわかるかなと思います。ということでこの日はアパルトヘイト博物館に行ってきました。アパルトヘイトは1948年から40年以上にわたり実施された南アフリカの人種隔離制度なのですが、過去の負の行いをこの場所で体験することができます。内部には実際に使われていたアパルトヘイトの看板や身分を示すカードが展示されています。ということで今ねコンスティテューションヒルから歩いてちょっと近くのレストランに向かおうと思ったんですけど、警備員さんにめちゃくちゃ止められて絶対ここは歩くなって言われました。まあ治安がねちょっと悪そうな地域なんですよね。ヒルブローのすぐ近くなんで、まあ現地の人が言うことはね絶対なんで、もうここはおとなしくウーバー使って、向かいたいと思います。ということでねちょっとコンスティテューションヒルからウーバーに乗ろうと思ったんですけど、ウーバーが全く捕まらなくて、ちょっと近くのレストランまで移動してるところですね。ただめちゃくちゃね正直治安悪そうなんで、まあヨハネスベルグはこんな感じでね、どこにもこの有刺鉄線がバリバリに張り巡らされているのが特徴的ですね。まあこういうところからもやはり治安の悪さは感じられるかなと思います。いやこれはね歩くべきじゃないですね。いやこれはね本当にちょっと歩いただけでわかる、治安悪い、危ない。ちょっと歩きながらウーバー捕まえよう。もう周りに誰もいないっていうのがやばすぎる。ちょっとね後ろは頻繁にね振り返りながら行きます。普通に怖えな。すごいねここもう全体的に高圧電流が流れるようになってるんだ。一本違う通りに来てからだいぶね治安は良くなった感がありますね。やっぱりねこのヨハネスブルグ一つ一つの通りによってもう全然治安が違うのがもう分かるんで、ちょっとね緊張感を持たないとやばそうですね。ちょっと今ね人が後ろから迫ってたんで止まってやり過ごしたんですけど、ただの歩くのが超速い人でした。紛らわしい。まあただ本当にね危機感は持たないと危ないんで、もうこんぐらい警戒するのがいいですね。I can't walk that area. No, 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 not that area. Never walk. That one myself, I can out. ということでちょっとね撮影許可をもらったので中を歩いていきたいと思います。It's quite big. Yeah. Your bedroom? Yeah, this one. Yeah.